やっぱり闇の世界に行ってみよう。ダメダメ、まだ目覚めの力を取り戻せてないのに。でも早くあいつらを止めないと。俺たちがもたもたしてたらみんなが危険だ。でも闇の世界への生き方はわかるんですか？王様とリクに聞いてみよう。教えて教えるかな。力を取り戻してからって言ってたよね。リク？今大丈夫ですか？なんだ？心を映す肉体に代用するレプリカと賢者アンセムのデータ解析のご報告です。ほう、どうだった？レプリカの研究をしていたエベンは不在ですが、資料のバックアップが見つかりました。引き続き調査を進めておきます。よろしくお願いします。賢者アンセムが託したデータについては意味深な箇所が解析できたので、原文のまま読ませてもらいますね。空の心にはロクサス以外に2つの心が確認できた。一つはロクサスより昔から空の中で眠っている。もう一つはロクサスと同じ時期から空の中にある。つまり空は自分の心以外に三つの心を内包していることになる。その三つは完全に沈黙し、空の心に溶けた状態だが、空は自分以外の記憶を三つ持っていることになり、その三つの記憶は空の記憶とは別の箱に個々に分けられた状態になっている。つまりその記憶の箱に再び空に溶けた心を戻せば、三人の心は目覚めることが可能になる。あとは空の心からそれぞれの心が入った記憶の箱を三つの肉体に宿せば、その三人も元の姿に戻るだろう。ロクサス以外に二つ？誰でしょう？ああ、連絡ありがとう。いえ、ではまた。全部で三つだって。一つはロクサスで、もう一つはベントスだよね。バリタスの話、信じるよ。だって他に情報がないし。ソラ、三つ目に心当たりはある？ソラはどあんなあらね。それ関係ある？もう。